優勝から一夜明け、日本のプロ野球でプレーする侍ジャパンの選手らは、ダルビッシュ選手らが見送る中、滞在先のホテルを後にしました。警察に先導されて、侍ジャパンのメンバーを乗せたバスがマイアミ国際空港に到着しました。世界一奪還から一夜明け、これから日本に向けて凱旋帰国の途につきます。空港では決勝を観戦した日本のファンが選手らを見送りました。侍ジャパンのチャーター機は今日午後成田空港に到着する予定です。ダルビッシュ選手と大谷選手、昨日の決勝戦の試合を継投で締めくくった2人が同じ車へと乗り込みます。笑顔がありますね。一方、メジャーリーグでプレーする大谷翔平選手とダルビッシュ選手は同じチャーター機でキャンプ地へと向かいました。大谷選手がエンゼルスで共にプレーするトラウト選手を空振り三振に抑え優勝を決めたことについて、アメリカメディアはハリウッドの脚本ですら信じられない魔法のような対戦だった、大谷の伝説は新たな賞を加えたなどと伝えています。